人間ゾロと人間の手を使うことになろう。まあいい、最後には私自ら全てを消し計画に終わりにつまけば喜ぶなり人間よ。おめえの相手は俺だ。神に指図するな人間。これぐらいでいい気になるとは。こんなところでやられるわけにはいかない。まだ終わってねえ。この力は。ハマスはオラに任せろ。教えてやろう。貴様を葬るのはこのスーパーサイヤ人ブルーだ。素晴らしいわ。戦闘民族が神の木をまとった姿だ。これか。よく使うのだ。そせ何よくぞそこまで。褒美にいいものを見せてやる。どうだこの色、美しいだろう。お前らがセンス流せて名付けるとしたら、スーパーサイヤ人。俺はついに孫悟空の力を完全に我が物にした。神に逆らう者は排除する。天才の分際でいつまでも調子に乗るな。あいつは俺がやる。貴様は貴様の仕事をしやがれ。
するんだ。私たちはとんでもない思い違いをしていたようだ。人間はただの虫けらではない。油断していたら私たちの理想はつゆと消えてしまうぞ。仕方がない、遊びは終わりだ。無知ゆえに神を冒涜し続ける人間どもに神の真の力を見せる時だ。日は熟したということか。人間どもよ、我々の輝きにひれ伏すのだ。我が姿は正義、我が姿は世界。あがめよ、たたえよ、この手高くも美しい不死にして最強の神ザマスを。よっしゃー。何者だ。お前が一人になったからこっちも一人になったのさ。俺はベジータと戦う人の合体ベジットだ。そしてこれがベジットブルーだ。自らの弱さを認めるサイヤ人もこの日に神にかなうと思うな。バカな、我が殺されている。このような結末はありえぬ。神が人間に敗れるなどあってはならない。こいつは一体だ。よくわからねえが全部倒せばいいんだろ。全員まとめて相手してやるぜ。できるんだぜ。大したもんだよ。まれに見る天才と言ってもいい。